山急株式会社は本店を福岡県北九州下地区に本社を東京都中央区勝時に置く大手総合物流企業 JPX 日経インデックス400構成銘柄の一つ一般港湾運送事業貨物自動車運送事業だけでなく国際物流事業倉庫事業飛行事業など幅広い物流サービスを提供しているまた 日本製鉄、JFE ホールディングス、三井科学、住友科学、川崎自由工業、三菱重工業、AGC、プロクターギャンブルジャパン等が大荷主であり、梱包や在庫管理といったロジスティクス事業だけでなく、プラントエンジニアリング事業として、プラント建設や据え付け、メンテナンス、回収や解体までを手がけている点も特徴の一つである。 重量物輸送、据え付けの分野に関してはパイオニアである。自社でも内向コンテナ船を運航している。また、日本通運、日清とともに中国物流五三屋と呼ばれている。グループ年間売上高で国内陸運業界第9位。中村基線が当時八幡や徳山といった九州地方と山陽地方を基盤として、 事業を行っていた磯部組を買収した際、それぞれの地方名の頭文字と中村正七郎のロンドンでの体験に基づく感謝の気持ちとしての英発音、サンキュー等を掛け合わせて磯部組の社名を山級運輸株式会社としたことに由来する。なお、コーポレートスローガンはありがとうの気持ちが会社の名前ですである。中村正七郎共造三級本店にある 説明版、中村忠志七郎が創業した中村組参加に、1918年10月に、磯部組を買収して設立された山急、運輸株式会社が起源である。創業当時より、日本製鉄とは緊密な関係にあり、さながら、日本製鉄の物流部門の様相を呈している。副社長は、日本製鉄より受け入れるのが慣例となっており、また、 日本製鉄工内に支店、または事業所等が設置されていることも多い。副社長に限らず多くの出向を受け者が存在する。近年の安定株主対策により議決権割合は減ったものの、未だに大株主である。ただし、実際には経営的影響力はほとんどない。北半島南部にある密造院には母体となった。 中村紀船の船の話が言い伝えられている。境内にはその言い伝えが記載された看板がある。その看板には、という記述がある。党75社、党44法人、ありがとうございます。